あ、消えた消えた、こいつ消えたぞ。こいつ消えた。まあ、これはうまかったね。なんかすごい、ふわっとしてまった。僕がなんか、道連れされちゃったことによって、藤宮釣りまでは行っちゃったな。まあ僕も藤宮結構疑ってたから。あれは逃れらんないかな。気持ち3秒待ちました。高田さんは足りやんかったんちゃうかな。神棒です。あ、神棒これダウンロードの方走っていってたんで。ああ、いや、できました。で、タッカー、あれ？あいつキッチン脇でセキュリに助かるってこと？ 1,3,3,5,6,4,7 3,5,6,4,7。 3,4,あれ？違う5。うわお、白すぎ。停電中にコックピット側にエンジンルームから僕とすれ違った人って誰だろう。俺じゃない。手さんがワイヤーのところに入って、高田さんがワイヤーのところから出ている。出て右に行ったじゃん。で、停電中にで、コックピット側に、僕が宿舎側に行ったんだけど、コックピット側に行った人がいるんだけど、俺じゃ誰だろう。え、高田さん引き返したってこと。クソ怪しいじゃん、動き。停電になったから停電直しに行こうと思って戻ってる。ああ、エンジン真ん中ぐらいから戻ってる。エンジン真ん中ぐらいから引き返し。いや、もう一人怪しい人いますよ。誰？そこのピンクのタケノコの人です。俺停電直したで。停電直した。じゃあ、怪しくないです。はい。ナナコさんとアロマくんがセキュリティへギリギリ停電になる前に行くのを見て、そのまま停電入ったんで、停電直しました。停電直したと高田さんに会ってる。うん。なかなかでこっち来てたんだって。気づかなかった。てかね、捨てとすれ違った時って、戻ってる時って俺停電なってくらい、普通に捨て見えてたんだよ。どのタイプだ。一緒に配線やったじゃないですか。で、高田さんが出て行って、その後停電になったじゃないですか。え、俺とすれ違ったどうかが分かんなくて今聞いたってことだよね。え、高田さんかだったかどうかが分かんない。そう、停電中ですよ。停電中に一瞬誰かとすれ違った。俺がっつりプテッと見えてる状態で交差してる気がする。じゃあマットなんじゃないですか。視界がマットいかんやろ。いやいや、逆だけど。なすか、竹谷さん。あ、僕、中野アルマさんの、その、初手って石油行ったじゃないですか。石油でテープ助けた。はいはい。で、今回のターンで、一直線で石油に。え？一直線で石油行った。一直線。いや、セキュリティープタスクをやった後にキッチンに行って、はい、ハンバーガータスクをあるもも7でやって、で、終わってセキュに行ったタイミングで停電になったから、一回戻ってまた U ターンしてセキュ。いや、これちょっと、いや、初手でハンバーガーやるんじゃないかなって思うんですけど、そしたら。え、あ、違う、僕メイン脇ですよ、メイン脇。あ、いや、初手でキッチンで沸いてるから。初手で。あ、そう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 、ハンバーガーできませんでした。本当に。でも僕、ハンバーガーのところ見たけど、中野アルマさんいなかったので、ん？初手はね。いやいや、初手確かにいなかった気がしますね。すごい殴り合うし。怪しいね。すごい殴り合う。もう白状しちゃいなよ。アルマチ？白状しちゃいなよ。あいつ人外じゃねえ。あいつ人外じゃん。そんな感じのねえ、あれになってきて。
あまだ冷たい。まだ冷たいね。別に大丈夫です。いや、詰めましょうよ。あの一応僕、初手ボタンちょっと遅めに押したつもりやったんですけど、うん。場ができそうじゃないですか。うん、いやでも本当に終わんなかったんだって。バーガーのところにはいなかった、最後。いなかった。そもそもあそか、うん、さっきの初手でしょ、俺の後にピカさんがバーガーのところに入った気がするけど。うん。だから俺しかいなかったですよ、バーガータスク、一番最初。まあまあ、喧嘩はよして、スキップに入れましょうよ。原田君、なんで俺が怪しいと思ったの？いや、なんか、バーガー中から。うろうろしてた気がして。弱くなってる。自分が怪しい行動してしまったから他人に怪しさをなすりつけたんだろ、お前。最終日、いつポジになったらアルマツルはじゃあ。いつポジになる前に行った方がいい。やりすぎ、危ない。そんな本要素だろ。ルーですよ。飛び落ちちゃった。見ればよかったの。まあ、まだ何も起きてないんで。まだ何も起きてないからね。うん。だから、アルマさん、ちょっと待ってください。あ、消えた。消えた。こいつ消えたぞ。こいつ、消えた。こいつ、消えました。だからアルマさん消えました、弁当の中に。弁当の中に消えました。ちょっと、あら、うわー、サードさん、サードさん死んでる。直近、トータさんほぼ直近です。停電直してるのトータさんです。トータさんだと思います。じゃあ、どこで？昇降機右です。リフト乗ってます。伊豆が弁当から出てきて入りました。昇降機左側。出て入りました。僕、最終時、キッチンです。はいはい。あと、中野アルマさんも、ちょっとシャワーの弁当の中に入って。はい、僕が直接してたんで、マットだと思うんですけど。サトさんはシャワーから多分左側行ったと思う。メインの方行ったと思う。キッチンのどの辺？伊豆さん、僕バーガータスクにいますよ。まあここ2人ずつ。ああもう太鼓でいいです。100% いいんじゃない。ここ2人ってあれですよね、伊豆さんと宝さんですよね。伊豆さんとアルマくんかな。伊豆アルマで釣ったいいんじゃないの。とりあえずアルマ釣りは丸くないですか。いやでもあれはマットの可能性あるから、インポスターが1キロ見えてできちゃうから。伊豆さん外だった場合インポスターです。うん、伊豆さんの方が安全じゃない。高田さんどっから見たんですかって。階段上がる瞬間にポンポンって見えた。サントスさんの死人ってどうですか。あ、そうだから鬼木と、僕が最後までシャワーに一緒にいるんですけど、その前にシャワーにサントスさんもいました。アーカイブ方面から来てるはずだから、ね、メイン方向行ったんじゃないかなとは思ったけど、藤宮って最後どこ行ったんだろう。僕はバイタルに行って2秒ぐらい前にバイタルを見たときはトータスさんがデッドの状態でサントスさんは生きてたんで、サントスさんの方がより直近です。藤宮エレキにいましたね。俺ずっとガチャガチャタスクやったんでエレキから出てないんですが、自分最終セキュだよ。セキュテープやってる。奈良子さんキッチンにいます。伊豆さんは見てないです。キッチンのどこにいます？キッチンのあの展望デッキとあの入ってキッチン入ってのところだからギリギリ見えなくもあるかなと思ったけれども。うん？どこ脇でそこに行ってます？エンジン脇で剣士と武器庫のところですれ違い、展望デッキのダウンロード向かいっていう流れ。初動でキッチンの置いてたね。はい。じゃあワンでもおかしくないか。まあとりあえず僕は対抗高田さんで大丈夫です。今日伊豆さんでいいんだよね。ほぼほぼアルマさんがマットで出てると思うので、対抗位置の高田さんインポスターで見れるんでローラー仕切ってもらったら大丈夫です。はい。これはマットだな。わかんない。そんなんですか？の可能性はにサントスさんがいたのに。マジか。
はいよー。はい。マットじゃないね。うん。どうしますか。どこ入れたの今。え、アルマに入れたけど。なんでローラー派でしょ。え、イズアルマみたいな話だったから、まあ、いや、もうどっちも狂いはないだろ。まあ確実に人外ではあるんだけど。高田さんまで釣ってからアルマを釣るか、うん、伊豆さん決め打ちでアルマを釣るかの択だよね今日ね。とかアルマさんを釣るんだったら、あのこのタイミングでアルマさんを釣るんだったら伊豆さんインポスター決め打ちじゃないと多分釣れない。そうなっちゃうね、うん、そう。高田さんって今なんかメインかなと思ってる派です。高田さんはメインで釣ったってましたけど、なんか何したんですか。あのキーボードか。ああキーボード買い替えてください。竹尾さんが見たのってサントスさんでしたっけ。サントスさん、そうです、そうです。あ、見てて、まあ、サントスさんと僕と中野アルマさんがあのシャワーにいて、中野アルマさんが、うんうん、あのベントの方に吸い込まれていって、まあ、いその上で僕はずっとベント蓋してたんですけど、サントスさんは多分左側にいたんで、まあ、メイン方向に行ったか、うん、停電を直しに行った可能性もあるけど、多分その場合は高田さんとかが見そうだなって思うんで。ピカさんが見たのは、私が見たのはトータスさんで、トータスさんと一緒に停電になった直後からずっと一緒にいて、一緒に昇降機右で停電を直して、トータスさんがリフトで右から左、私がそのままシャワー降りてメインに差し掛かったところでボタン、うんうん、じゃあ伊豆さんがトータスさん切ってるっていう感じね、うん、だと思います。あ、え、リフトでトータスが右から左に来た人なの、あれ。そうです。ああ、なるほどね。落としてたのってあれ。じゃあメインでサントスさんは伊豆さんが切ってベント移動してきた。まあ伊豆さんの方は確定させない方がいいと思います。そうね、両方関われるから。うん、誰が切ったかは、まあ、一応エレキにメイヤーさんがいるんで、メイヤーさんはメインの切るはまあ結構ヒットかなと思います。おい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 、でしょうよ。おい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 、アプテハシの経路とかもわかんないけど、石油のこれ誰釣ります。僕、僕、いや、まあ、け、ああ、大丈夫か、大丈夫、大丈夫。なんかどっちもベント見たって言ってて、アルマ伊豆がどっちも村なんてないだろうと思って、あるような気持ちでアルマ入れちゃったけど、これお鬼気足止めしてるから多分タスク勝ち無理です。頑張れ。あと鬼気ワンチャンしてるかも、ベントの上から上でずっと立ってたから。プテナのメイヤ誰か持ってけ。頑張れ頑張れ頑張れ。頑張れ。鬼気シェリフかもしれない。2あれ2 1。タスク4か。きついな。どこまで?5、6、7。7個。クロスタッカーだ、まずいねえ。え、うん、ああ、あ、おお、え、あ、うん、鬼気超直近よ。犯人はほぼ七子さんだと思います。ああ、そう、まあそうなるわな。あの、今ちょうどアーカイブのところで、タオルのところで、立ってる鬼気をすれ違うように交差して、七子とピカクロスで、こう、交差で今、あの、俺はラウンジの方に、ピカはシャワーの下の方に向かっていって、今この鬼気が死んでる状態なので、うん、俺視点でも、じゃあもう、あ、待って、一応プテと剣士の、剣士はもういいや。プテはどこにいるかだっけ。僕、ヌーンで右から左に行ってます。ピカさんが証明してくれると思うけど。はい、ピカ確定です。で、なんならアーカイブにプテさんがいるところを置いてって、私は竹雄さんがタオルをやってるのを確認し、七子さんがメインからシャワーに入ってきて、私は最後エレキに降りてます。から
高田さんがしかも、女性、メインを左、右の方、左の方に抜けていく。女性から入って多分左の方に抜けたんだろうなっていうのを視認した上でこれなんで。いや、てか7個でいいと思います。実質ピカクロスが2キルできないです。あの、メイヤがキッチンで死んでたから。あの、ピカとはシャワー女性あたりナイス。それを置いて、メイヤの死体発見してるから。じゃあ、サントスさんの時のキルは俺どうやってるんですよ。まあ、サントスさんとは限らんか。サントスさんはどうなんだろうな。例えばメインホール弁当を使ってたパターン、奈々子さんがメイン弁、あのキッチン弁当からメインホール弁当でメインの左側で切るとかじゃないですか。あ、その場合はメイヤ君に見られてますね。奈々子さんメインホールで、メインホールにいるメイヤ君に見られてる。いや、メイヤさんはエレキ採取じゃなかったっけ。だったと思う。メイン死体想定だったからメイヤさんできるよねみたいな議論だったと思う。まあ、うん、まあ、ここ対抗してて高田さんがピカさん黒置いてるんで普通に釣ります。ピカをメインに置いて、いや、サントさんの死体は貨物にあるんで絶対無理ですよ。届かないですよ、キッチンに。結構ピカが2キルできないこのターン。うん、だと思う。仲間がいなくなるのがナイスナイスおい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 、いい試合だったさっきから弁当が、弁当がよくバレますね今日みんなスルスル入る